どうも、高木です。目指す公共、不況からの脱出、バブル景気。合理的なバブルが人々を幸せにする。そんな幸せなバブルにどうやったら経済を持っていくことができるのか。その内容をこちらにまとめました。これから読み上げていきます。よかったらグッドボタンお願いしますね。バブルのミクロ理論。本来価値を持たない財が価値を保ち続けるとき、価値を支えるのは人々の信念や思い込みである。人々は完全に合理的であり、市場も完全であればバブルは決して生じない。しかし人々は合理的であっても、市場は不完全であるならばバブルは生じる。貨幣はバブルである。日本銀行が発行している日本銀行券、福沢諭吉の肖像が印刷されている一万円札こそ代表的なバブルである。あまりピンとこないとしたら、貨幣が信用を失うといった修羅場に出くわした経験がないからだろう。1923年のドイツで実際に起きたように、物価は天文学的な数字に上昇して日用品を買うために、紙幣をカバンいっぱいになるほど持ち運ばなきゃならない時代となった。貨幣がもはや取引手段として意味をなさなくなる。ハイパーインフレーションは貨幣のバブル崩壊である。我々は財を貨幣と呼ぶとき、次の3つの機能を兼ね備えている。まず、共通の単位として商品の価値を評価する価値尺度の機能である。日本国内では、財の取引を行うときは、決済は円表示なされる。それは日本銀行券が価値尺度として貨幣の機能を果たしていることを意味する。次に、財の交換を円滑に処理する交換手段の機能である。財と財の間で物々交換しようとすると、お互いが相手に欲しがっている財を持っている場合のみ交換が発生する。しかし、貨幣があれば相手の欲しがっている財を持っていなくても財と貨幣を交換すればいいので取引がスムーズにいく。最後に、安全かつ流動性の高い資産の価値を維持する。価値の貯蔵の機能を挙げられる。日本銀行券でタンス預金をすれば、激しいインフレでも起きない限り価値を貯蔵することができる。農産物などは保存していくと腐ってしまうので価値が保存されない。日本銀行が発行する1万円札は、紛れもなくこの3つの機能を兼ね備えており、まさしく貨幣である。1万円札はただの紙切れだということは誰でも知っている。同時にそこに1万円の価値があることも知っている。この紙切れがあれば、1万円分の商品を手に入れることができると信じているからである。こうしてそれ自体の価値は5円か10円ぐらいのただの紙切れが1万円の価値を持つ。それ自体の価値は非常に低いにもかかわらず、高価で取引される現象をバブルと呼ぶ。信じる者は救われる。1万円札の信頼の根拠はどこから来るんだろうか。1万円札を発行している主体が国家の銀行である日本銀行だからである。つまり1万円札は日本という国家の信用をもとに発行された証券なんである。この事情は新興国や発展途上国に行くとよくわかる。発展途上国に行って決済をするとき、その国の通貨よりむしろ日本円やアメリカドルが好まれるケースがある。インドネシアのバリ島のホテルで支払いをするときも、必ずしもルピアで決済をしない。ルピアないしアメリカドルの決済を選択できる。インドネシアは金融危機などの混乱を乗り越えて最近発展が著しいが、未だ新興国の優等生とは見なされていない。アンコールワットのあるカンボジアのホテルでの決済は全てアメリカドルである。街へ出て食事やショッピングをしてもアメリカドルでの決済は基本である。政治的に不安定で経済的に未だ発展途上にあるこの国の通貨の信頼性は低い。将来の価値と現在の価値。将来の価値は現在の価値を決める。現在価値があると思っているだけでなく、将来にわたってそれは価値を持ち続けるということを信じていなければ1万円の価値は維持されないのである。将来の希望がなくなった瞬間、貨幣は価値を失って物々交換経済へ逆戻りである。つまり、将来の価値を失った瞬間に現在の価値を失う。それが貨幣というものであり、バブルというものである。参加決定の理論。株価決定の最低式。我々は株式に何を期待して買うのだろうか。まず、資産価格はどのように決まるのか。株価を決める基本式を最低式と呼ぶ。そこでは1単位の株式を買うコストと利益が等しくなっている。コストは機械費用で表され、株式を買う代わりに他の資産を買った時に得られる利益を指す。具体的には今期の株価に1たす国債の利回りをかけた値に等しい。一方、利益は株式を1年間保有したことで得られる利益なので、配当プラス来期の株価となる。式で表すと、今期の株価をかける、括弧1たす国債の利回りイコール、配当プラス来期の株価となる。投資家が株式に期待しているのは、配当と値上げ益の両方である。この最低式には、現在の株価と来年の株価と2つの変数が入っており、現在の株価と来期の株価の関係を表してに過ぎない。この式だけからは現在の株価が決まらない。ここから、資産価格の決定問題、瞑想を旅始めることとなる。現在の株価を知るためには、来年の株価を知る必要がある。来年の株価を知るためには、再来年の株価を知る必要がある。
期待のレースは将来の先の先へと無限のファンデーすることになる。今期の株価は来期の株価に等しいと勝手に仮定して最初の式を解いてみよう。すると、今期の株価イコール配当割る国債の利回りと表され、経済学的意味のある形となる。この値を企業価値と正確に表現している意図を込めて、本質的価値あるいはファンダメンタルズと呼ぶ。厳密に考えてこの式を一般的に解いてみると、今期の株価イコール本質的価値プラス無限先の株価の割引現在価値と表せる。厄介なのは式を現在から将来に向けて解いていくと、どうしても無限先の株価の割引現在価値という項が残ってしまうことである。そしてこの厄介な項がバフルである。期待の泥沼化を抜け出すために主流派の経済学が取った戦略とは、人々は現在から将来にわたって合理的な意思決定をし、市場に関する情報を共有しており、かつ円滑な取引を阻む摩擦が市場に存在しなければ、無限先の株価の割引現在価値はゼロと置いて差し支えると決めてしまった。そうすれば、資産価格の決定は極めて簡単な問題に置き換えることができる。無限先の株価の割引現在価値イコールゼロと仮定してしまうことに違和感を覚える人は少なくないでしょう。むしろ極めて多いはずである。この過程の意味を考える上でヒントとなるのは、アメリカ史上最も有名な詐欺師の存在である。チャールズ・ポンディは1920年代、ボストン郊外小さな会社を起こし、一般の銀行の金利は2から 3% を投じ、45% の高利を謳って一般の人々が資金を集めた。預かった預金を高利回りの資本に投じして金利を支払うのではなく、45% の高利に目がくらんで殺到した投資家の資金をそのまま利息として支払うのである。つまり、借金で借金を返済するネズミ講であり、資金が継続的に増えない限りこのスキームは破綻する。開業から1年足らずです。ポンジは刑務所に送られた。彼にちなんで借金を返済するために借金を振り出す行為をポンジゲームと呼ぶ。上東隆は、無限先の株価の割引経済価値イコールゼロであること、すなわちバブルが存在しないことと、ポンジゲームが禁止されていることは同時であることを証明することに成功している。合理的バブル。値上がりにするに違いないと確信すれば、投資家は株式を買う。多くの投資家はそう思えば、株価は自己実現的に上昇していく。株価が高騰していく過程で最低式が成立しており、その限りにおいて投資家は合理的な行動をとっている。このバブルを合理的バブルと呼ぶ。合理的バブルは次から次へと現れる将来の買い手がさらに高い価格で買い続けてくれるだろうという期待の連鎖が継続する限り持続する。合理的バブルが発生している状態は、無限先の株価の割引現在価値イコールゼロとは整合的ではない。利子率を使った複利の計算で資産が割引かれるスペースを上回るスピードで、株価は上昇し続けているからである。金利が高ければこうした状況を想定するのは難しいかもしれないが、金利が極端に低い状況が続けばバブルは一般的に起きると考えても自然ではない。バブルに乗じる。ヘッジファンドをはじめとする金融機関は個人投資家よりも市場情報の収集能力に優れている。リーパブレイユとマーカス・ブルネルマイヤーは、投資家内で保有される情報に違いがあるとき、バブルがある一定期間持続することを証明した。他の投資家に比べて早い段階で情報を入手したに違いないと推測した投資家は、価格上昇をバブルだと確信しつつもすぐに資産を売却しない。バブルに乗じて利益を上げることを目論んで資産を保有し続ける。そして多くの投資家はバブルであることに気づいたとに違いないと判断した段階で売却する。こうしてバブルは一定期間持続した後やがて崩壊することになる。バブルを見抜いたとしても投資家の単独行動による利が他の投資家の売りを誘発しない限り値崩れは起きない。多くの投資家は同時に売りを仕掛けて初めてバブルは崩壊する。バブルが起きない4つの条件。1つ目の条件は、人々が合理的に行動することである。人々は非合理的な行動を取ればバブルは起きる。2つ目の条件は、市場参加者は同一の情報を共有していることである。人々の間に情報格差があれば相手の無知に突っ込んで高値で資産を売り抜けることができる。3つ目の条件は、取引前にすでに資源が効率的に配分されていることである。効率的な配分を実現しない状態から出発すれば、投資家は全ての行為を改善することができる余地が生まれるので、バブルが起きる。四つ目の条件は、市場参加者が有限であることである。有限であるということは、100人なら100人といったように、人数の上限が存在するということである。バブルが生じるためには、これらの条件のうち少なくとも一つが矛盾する必要がある。低金利のマクロ経済学。利子率と成長率。利子率が成長率より低い状態が続くメカニズム。成長率と同じ率で高騰する資産が存在すると考えよう。仮に利子率が成長率より低かったとすれば、借金して資産を購入することが有利となる。もし借金をするとしたら、同世代の若年期の人から資金を借りるか、一世代までの老年期の人が借りるリスクはない。しかし、同世代の人は皆、借金をしてないので誰も貸してくれない。また老年期の人は今期を終わると死んでしまうので、若年期の人にお金を貸してくれようがない。
つまり利子率を押し上げる資金需要の圧力は金融市場で働かないのである。結果として利子率が成長率が低い状態が持続することになる。成長率を同じ率で高騰する資産は、実は実体のないバブル資産であったとしても同じように成り立つ。バブル資産を次世代の人々が購入してくれると信じることができて、バブル資産が利子率より高い収益率を保証できれば、人々は進んでこれを購入する。投資家は合理的な判断をして、複数の資産の間の収益率を比較しながら、資産選択しているに過ぎないので、決して非合理的な行動をとっているわけではない。このバブルはまさしく合理的バブルである。バブル資産の需要は GDP の成長とほぼ比例的に生じると考えると、バブル資産は経済成長率に等しい率で上昇することになる。利子率が成長率を下回るということは、実物資本の収益率がバブル資産の収益率を下回ることを意味することとなり、人々は実物資本よりもバブル資産を購入しようとする。そして次の命題に立つ。命題1、利子率が経済成長率を下回るとき、合理的バブルが発生する。合理バブルが生じると、人々は実物資本よりもバブル資産を購入しようとするため、蓄積された資本が取り崩されることとなる。この現象はグラウディングアウトと呼ばれ、バブル資産の需要が資本蓄積を抑制することを意味する。しかし、資本の取り崩しは資本収益率を改善し、利子率を押し上げる。その調整過程は、利子率が成長率に等しくなるように続き、行き着いた先の定常状態は次のような性質を持つことが知られている。命題に、合理的バブルの存在する定常状態の経済は、効率的な資源配分を達成する。効率的な資源配分とは、誰かの行為を下げることなしには、何人の行為も改善できる余地のない状態を指している。つまり、不幸になる人を一人も出すことなしには、もはや何人より幸福にできないことをもって、効率的な資源配分が達成されているというのである。定常状態に到達すると、人々の消費水準は最大となっている。消費が最大となるこの性質は消費の黄金率と呼ばれており、そこでは利子率と成長率が等しくなることに留意しておこう。バブルは人々を幸せにするのである。むしろ幸せにするからこそバブルが存在すると言い換えた方がいいかもしれない。定常状態では合理的バブルは持続する。非合理的バブルの方が現実的だと考える人もいるかもしれない。しかし、このタイプのバブルは長続きしない。人々が冷静になった瞬間に崩壊してしまう。一方、合理的バブルはある一定の期間長続きする。しかし、どこかで崩壊のリスクがある。ある一定の期間持続するバブルこそが、マクロ経済に甚大な影響を与えるのである。バブルの持続可能性という視点から見れば、次の性質は重要である。命題3。定常状態の経済では、合理的バブルの規模は GDP の一定割合となる。これこそまさにバブル経済を定常性の中に押し込めた結果である。バブルから受ける直感とは違って、その行き着いた先では安定的な世界が浮かび上がるのである。その命題が述べていることを言い換えれば、仮に GDP が 3% 成長すれば、バブルまた 3% の率で膨張する限り、バブル経済は持続できるということになる。このことは同時に次のことも述べている。GDP の成長よりも速いスピードでバブルが膨張すれば、一国経済の資源制約の範囲を超え、いずれ経済が支えきれなくなり、バブルは破裂する。たとえ資源制約の壁にぶつからなくても、人々の期待形成が変化して、期待の連鎖が断ち切られると、やはりバブルは崩壊する。金融市場の不完全性。金融未来論一つ目の貢献。一つ目は、資本収益率イコール市場利子率がネタ単位の世界を明快に論じていることである。金融市場が不完全な世界では、企業は経営者、株主、銀行や支え権者の外部投資家、そして労働者の様々な利害関係者からの複合体である。労働者の支払いを除いた収益は投資家に配分されるが、提供した資金額に応じて分配されるとは限らない。生産技術の特性や情報の非対称性、債権管理ともの法的費用、あるいは脆弱な企業統治が経営者に収益の一部を隠匿するインセンティブを与える。すると銀行などの外部投資家は借金の支払いを拒絶されたとしても、企業資産のうち一部しか担保して差し押さえることはできない。外部投資家の講習会はあまり、資本収益率が 6% であったとしても、銀行が利子率として回収できないのは、せいぜい 2% 程度ということが生じる。企業経営者は重要な利害関係者として加わると、投資家が要求できるリターンや利子率は、資本収益率を下回る。一方、企業家は自ら提供する自己資本から 6% の資本収益率を稼ぐだけでなく、さらに外部資金の提供者から、資本収益率と利子率の差額をピンハネする。仮に自己資金を提供する経営者と株主が緊密な関係を結び、他方銀行とは非協力的な関係になるとしよう。自己資本シェアと他人資本シェアがちょうど 50% ずつあるとしたとき、資本収益率が 6% でかつ利子率が 2% ならば、自己資本提供者の取り分を収益率で評価した株主資本収益率は 10% に達する。金融市場の不完全性は深刻であればあるほど、資本収益率や ROE が高く、かつ、市場利子率や安全利子率が低いといった現象は一般に起きるのである。
この現象は資本ストックの水準が黄金率に達する水準よりも硬いであろうが初代は大きい。たとえ資本が乏しい状態のために資本主義率が高くても市場利益率は極端に低いという事態は十分に起きるのである。すると資本収益率大になり成長率が成立する動画的に効率する経済であっても命題1で述べたように市場利益率小なり成長率が成り立つ余地が生まれる。すると金融市場の完全性を前提として導き出されたこれまでの議論のいくつかが修正を求められる。動画的に効率的な経済にバブルが発生すると主張した命題2の内容は修正しなければならない。命題4、経済に金融市場の不完全性が存在するとき、動画的に効率的な経済にバブルが発生する。資本蓄積が不十分で動画的に効率的な経済であっても、金融市場不完全であればバブルが起きるのである。バブルの発生と金融市場の不完全性は、そもそも表裏一体の関係にある。信用と投機の物語、金融未来論二つ目の貢献。銀行には二つの顔がある。一つ目は、銀行は雨の日に傘を取り上げ、晴れの日に傘を貸すと揶揄されるように、リスクのある時には絶対に貸さない慎重で堅実そのものの顔であり、時として保守的、あるいは臨縮した形容詞が似合うこともある。資金の貸し手は、借り手自身の隠された情報や能力、努力量、事業収益、資金の配分などを正直に申告させるメカニズムを設計しようとするが、どんなにインセンティブを与えても融資リスクを完全に除去することも難しい。資金の貸し手はできるだけ多くの借り手と債務契約を結び、同時にできるだけ多くの預金者と預金契約を結びはリスクを限りなく小さくできる。数多くの契約の束の中心に位置する資金の貸し手こそが銀行だというのが結論である。つまり、情報の非対称性に起因する費用を最小化する制度設計が銀行そのものである。そして、借り手企業の事業収益が情報の非対称性の主因であるならば、銀行制度の方が金融市場よりも効率的な仕組みであることが証明された。金融未来論一つ目の貢献の議論と重ね合わせれば、金融の不完全性が引き起こす利子率の低下を銀行が食い止める役割を果たしているということになる。株式市場で対応できない資金需要に応え、市場利子率を引き上げ、バブルの発生を食い止める機能を果たすことになる。結果として、堅実で慎重に融資を進める銀行家は、投機の物語を抑制しているのである。しかし、バブルが一旦生じると、もう一つの株があらわとなる。価格が高騰した不動産はバブルだからといって融資を差し替えることはしない。銀行はバブル資産の担保に融資を拡大する。バブル資産の担保に貸し出しに手を染めた銀行は、知らず知らずのうちに超えたなら一線を超えてしまう。しかし、傷ついた時には時はすでに遅きに死している。どんなに規模を拡大しても軽減できないマクロリスクを抱え込んでしまうんだ。後戻りできなくなった銀行に政府は手を差し伸べる。預金保護のガバレッジを拡大し、資産評価の会計上の裁量を許容し、子会社の規制破りを黙認する。中央銀行も金融緩和でバブルの延命を図ろうとする。暗黙の保証を手に入れた銀行は、自己資本を厚くして自己防衛を図ろうどころか、バブル絡みの融資を拡大する。バブルは慎重なはずの銀行を豹変させるのである。そして、信用膨張と収縮の物語が始まる。銀行側から貸し出された資金は不動産市場に流入し、住宅価格や時価を押し上げる。不動産価格の高騰は、不動産を担保とした銀行貸し出しを刺激する。不動産価格の高騰と信用膨張のスパイラルが急速に進行することになる。バブルは遠すに人々を引きずり込む。景気の過熱ですっかり貪欲になった人々は、過激に利益を求め、資産の値上がり益を期待するようになる。金融機関もまた、過剰な利益を求めて信用を拡大する。利潤機会が急速に拡大したと錯覚した金融機関は、リスク性の高い資金に手を出す。海外からの短期資金に依存し、預金保険が適用されない短期性負債を自ら発生するようになる。レバレッジと流動性リスクの上昇で、金融機関の資産内容は劣化し、人々の熱狂とは裏腹に、信用膨張は銀行の健全性を内部から蝕み、バブル崩壊後の強硬の舞台を準備することになる。金融未来論三つ目の貢献。バランスシートが投資水準に影響を与えるメカニズムを明らかにしたことである。金融市場が不完全な世界では、内部留保など自己資本が潤沢で、資産に比して負債の比率が小さい企業は、銀行から融資を受けやすい。逆に債務水準の高い企業は銀行から信用を得ることは難しく、投資は抑制される。企業の財務内容の改善が銀行貸し出しを拡大する効果はバランスシート効果と呼ばれ、この効果を介してミンスキーメカニズムが働いて、銀行信用が景気循環の駆動力となることが明らかとなった。好景気には企業業績が改善するので、バランスシートの改善で信用が高まった企業は銀行から借り入れを増やして投資を拡大する。
経済全般の経営投資の拡大は好景気を持続させ、企業業績のさらなる改善と投資の一層の拡大をもたらす。自己資本の中には、流動的な内部資金だけではなく、流動性の低い土地などの不動産も含まれる。好景気に時価が上昇すると、価値が上昇した土地を担保に銀行借りを増やして企業は投資を拡大する。他方、不景気に時価を下落すると、土地の担保価値は縮小して銀行借りは減少し、投資を抑制する。バブル循環の一般論。対立軸は眺める。バブルを経験した国の中に対立軸を作り、二つのグループに分けて話を進めていく。20世紀型バブル vs 21世紀型バブル。表は20世紀に起きたバブルの経験を20世紀型バブルと一括りにし、世界大不況につながった21世紀型バブルとの比較をまとめている。まず先進国を中心に起きた21世紀型の方が分岐期の成長率は低い。20世紀型の成長率が高いのは、著しい経済発展を遂げていたアジア諸国が過半数以上のデータを占めることと関係している。しかしながら、累積下落率はそれほど違いがない。今も昔もバブル崩壊で金融危機を切ると GDP は 5% ほど下落している。次に経常収支の改善程度は、21世紀型の方が弱い。理由は、対象国が先進国であったために、資本流入の途絶が頻発しなかったという事情が関係している。さらに興味深いのは、危機がグローバル型であったために、小国で捉えない様子が付け加わったことである。つまり、赤字国の収支の改善が少なかっただけでなく、黒字国の経常収支もまた悪化した。危機が起きると、国内需要の減少から、黒字国の黒字が拡大すると一般には考えらちであるが、リーマン危機では、ベルギー、カナダ、ノルウェー、スウェーデンなどの黒字国の黒字はむしろ縮小している。世界大不況の煽りを受けて、黒字国の輸出が減少したのである。小国バブル vs 大国バブル。バブル循環は国家の経済規模の大きさによっても左右される。表は大国と小国の平均値を比較している。経済規模は大きく、貿易税価格や利子率に影響を与えることができる国のことを、経済学の世界で大国と呼ぶ。対照的に小国とは、その国の貿易量や資本移動の大きさが世界市場に比べて無視できるほど小さく、その国の経済動向が貿易税価格や利子率に与える影響を無視できる国を指す。政治学の世界で、覇権国を大国とほぼ同義で使用するのとは違う。ここでは、危機発生時に世界 GDP のシェアが 3% 上回る日本、アメリカ、イギリス、フランスの4カ国を大国と定義し、残りの19カ国を小国とした。ブーム期の数字にはそれほど大きな違いは見られないが、小国の方が大国よりも信用成長率は2倍程度高い。危機に陥ると、小国と大国の差はより明瞭になる。GDP 累積下落率、経常収支累積変化率、為替レート下落率のいずれの数値をとっても、小国の方が大きな値を示している。小国は GDP の下落が大きく、為替レートの下落も、経常収支の変化幅も大きい。大国は国内の金融市場の規模が大きく、閉鎖経済に近い性質を合わせ持つ。つまり、好景気で成長率が上昇すると利子率も高くなり、不況になると成長率とともに利子率も低下する。成長率は利子率を上回るといった事態は比較的起きにくい。一方、小国は国際金融市場で決まる世界利子率がそのまま国内の利子率になるので、国内経済は過熱しても利子率は上昇しない。景気悪化にすると成長率が利子率を上回りバブルが起きやすいのである。さらに、小国は金融政策の自由度が低く、政策金利の引き下げを銀行救済や不況対策の手段として使うことができない。国際金融のドリレンマを教えるように、資金移動の自由化、固定為替相場制、独立した金融政策の3つを共存させることはできない。固定為替相場制を採用して、資本移動を規制していれば、政策金利を引き下げることはできる。しかし、資本移動が自由化されると、国内金利の引き下げは海外の資金流入を引き起こすので、変動為替相場制に移行するか、国内金利を海外金利と矛盾ない水準に据え置くしかない。固定性を維持しようとする限り、金融政策の自由度を失う。バブルが崩壊したとき、小国が取れる政策の選択肢は限られる。金融政策の自由度は低く、金融緩和を銀行救済や不況対策の手段として割り当てることはできないからである。海外からの資本流の追い風にして好景気に沸いた1980年代のスウェーデンとフィンランドは、為替レートを維持して通貨危機を未然に防ぐのか、金利を引き下げて国内の銀行危機に備えるかの二者択一を迫られた。両国とも最終的には前者を選択し、金利を引き上げて為替レートの安定を選んだ。トリレンマがもたらす政策上の制約が、北欧諸国の金融危機を深刻にした理由の一つである。北欧諸国と異なる政策的対応を選択したのはタイである。
ヘッジファンドによるダイバースの空売りで固定性の維持が難しくなると、タイ政府は政策金利を引き上げて固定性の維持を目指すか、あるいはタイバースを切り下げるかに二者択一を迫られた。賭けは失敗に喫した。後者を選択して固定相場制を放棄すると、外国為替市場の不信任は増幅して、通貨危機が金融危機に飛び火するという最悪の流れとなった。対照的なのが大国の典型例ともいえるアメリカである。大国は危機の影響を軽減できる様々な仕掛けを持っている。危機後のアメリカの景気後退がメディアで大きく取り上げられたが、累積企業比率で見た GDP の損失は 3.4% の比較的小さかった。今回の危機でより大きな被害を受けたのは、危機の飛び火した欧州の方だった。GDP、累積企業比率で比較すると、スペインを除く4カ国の方がアメリカより大きい。世界経済は貿易や金融市場を介してアメリカ経済に大きく依存しており、アメリカの危機の影響は世界中に広まりやすい。大国で危機が発生した場合、最も深刻な影響というのは新興国とは限らないのである。赤字国バブル vs 黒字国バブル。海外からの資本流入はバブルを引き寄せた赤字国と、国内金融市場の金余りはバブルに備わる黒字国を分けて考える。ブーム期の GDP 成長率はさして違いはないが、危機直後の累積企業率には大きな違いが見られる。赤字国は 6.3% と黒字国の 2.7% の2倍以上も大きい。ブーム期の経常収支はそれぞれ 5.5% の赤字と 5.8% の黒字であるが、危機における経常収支変化率には大きな違いがある。赤字国は 6.1% も改善しており、資本流入の途絶の性質を強く帯びているが、黒字国はむしろ 1.2% 赤字が増えており、危機の前後で資本の流出に大きな変化がないことも見て取れる。これを対応するかのように、為替レート下落率の違いが見られる。赤字国の 26.2% に対して、黒字国は 16.3% 低い。日本のようにバブル崩壊後、為替レートが投機した国さえある。GDP 累積下落率が低いこともまた黒字国の特徴の一つである。赤字国は 6.3% とかなり高いが、黒字国は 2.7% 低い。バブル崩壊がパニック的な金融危機や通貨危機を引き起こす危機のパターンは、主に赤字国に見られるもので、黒字国には必ずしも当てはまらない。新興国バブル vs 先進国バブル。新興国バブルはアジア通貨危機の7国からなり、先進国バブルはそれ以外の国からなる。ブーム期の GDP 成長率を比較すると、当時のアジア諸国が先進国のキャッチアップの過程に発展途上経済であったことを反映して、新興国バブルは 7.4% と、先進国バブルもかなり高い成長率を享受している。一方、累積下落率は 6.7% と、先進国の 4.4% で高く、山高けや谷深しの例え通り、景気の山から谷の振り幅は大きかった。振り幅の大きさは、経常収支の動きにも反映されている。ブーム期の経常収支の赤字の大きさは、両者でほぼ同じであるが、危機が発生した時の累積変化率は大きな違いが見られる。新興国は 9.1% と異常に高い値を示しており、危機が資本移動の逆流を伴ったことに如実に表している。さらに、為替レート下落率の違いもまた、資本流出の激しさを鮮明に表している。対外資本依存型の発展途上経済であったために、危機が資本流入の途絶の典型的なパターンの形をとったこと、地獄の未熟な銀行制度や円庫経営に見られる脆弱なガバナンス構造など、自律的な経済運用する能力を未だに乏しくかったことなどが、危機の影響を深刻なものにしたと言える。アジア通貨危機を経験した7国からなる新興国は、先進国と比べるとブームから不況への落ち込みは激しい。しかしながら危機からの立ち直りも早い。危機の翌年には約 5% の成長率を確保して循環を繰り返しながら立ち直っていく。バブルは制御できるか？バブルは崩壊して初めてそれと分かるならば、一旦バブルが崩壊化すると、崩壊後のリスクを承知の上で強引に封じ込めるしかない。信用膨張の動きに気を配れば、バブルの兆候はそれなりに分かるものである。金融規制は事前にバブルを防ぐ上である程度有効であるが、規制が新たなバブルの温床となるという厄介な政策を抱えている。一旦バブルに火がつくと、政策で沈静化するのは難しい。金融規制は万能化、バブル膨張の抑止手段。バブル銀や実体経済の成長を上回るスピードで銀行信用を膨張する、不動産融資の膨張に歯止めをかける手段として、金融規制の役割が重視される。金融規制には、金融機関の自己資本や流動資産の大きさに加減を設定するルールに基づく手法から、借り手の貸し出し、資産比率や貸し出し、所得比率に直接制限を加える手法まで多岐にわたる。平時には前者の緩やかな規制が中心であり、バブル期には信用膨張を抑制するために後者の手法が補完的に利用される。とりわけ中心的な役割を果たすのが自己資本規制である。自己資本規制は、貸し出しなどのリスク性の高い銀行資産に対して一定の自己資本の保有を銀行に義務付ける。
この規制は貸し出しの過度の膨張を防ぐことによって銀行の健全性を確保することを意図した政策である。規制が生み出す問題。自己資本規制は事前にバブルの目をつぶ政策手段としては効果的である。しかし一旦資産バブルに火がつくと運用は難しくなる。3点ほど問題点を指摘しておこう。1つ目の問題は規制の準循環性と呼ばれる性質について述べておく。銀行に一定の自己資本を要求するようになると貸し出しは自己資本によって制約される。好景気には銀行の自己資本は増加するので、規制は事実上制約とはならないが、景気悪化すると自己資本も減少するので、規制が貸し出しを抑制して不況を深刻化させる。このように、規制が景気循環の振り幅を拡大する恐れがある。この性質はバブル循環に対して大きな意味を持つ。規制の運用の要とも言うべき資産評価はバブル期には難しくなるからで、昨今の金融規制の流れは、銀行資産できるだけ市場価値に近い自家会計で評価するのが望ましいという立場を取る。自家会計を運用すれば、銀行や規制当局は資産の過大評価からリスクを過小に見積もってしまうことになり、貸し出しが過度に緩み、規制がかえって信用膨張を促してしまう恐れがある。一転してバブルが崩壊すると、資産の投げ売りで市場価格が逆に本質価値を下回る事態になりかねない。規制を厳格に運用すると、信用収縮が助長して、金融危機を深刻にする恐れがある。二つ目の問題点は、規制の対象とすべき金融機関とそうでない金融機関の線引きが難しいことである。預金取引銀行が規制の対象とされるのは、その破綻が信用ネットワークの崩壊につながるリスクを内包しているからである。預金取扱銀行以外の金融機関が信用ネットワークの中に入り込んでくることは十分にあり得る。リーマン危機の引き金を引いた証券化を沈めたのは、伝統的な銀行部門の外側にできたシャドーバンキングであった。投資銀行の規制の対象にすべきかどうかしばしば議論に上るように、規制の層である金融機関が信用ネットワークを担うようになると、規制当局はもはや信用を左右できない事態に陥る。三つ目の問題点は、規制が新たな金融機関や信用の供給源を生み出してしまうことである。金融機関が規制をすり抜けるために、金融子会社を設立するのはよくある手口である。金融規制は、金融機を減るために厳格化する方向に進んでいるが、長い目で見てみると、規制を強化しようとする当局と、規制をすり抜けようとする金融機関のいたちごっこなのである。利上げや効果的は、FED ビューと BIS ビュー。資産市場が過熱しているときに、それがバブルかどうかを事前に判断するのは難しい。強力な利上げを行えば、バブルを沈静化させることはできるかもしれないが、景気を悪化させることは確実であり、最悪の場合、金融危機の引き金を引くかもしれない。そうこう考えていくと、崩壊した後に対処するしかない。バブル期の金融政策のスタンスについて対立する二通りの考え方がある。FEDB と言われている考え方は、中央銀行はあくまで物価安定を優先すべきであり、積極的にバブルを制御しようと市場に介入するべきではないという立場を取る。中央銀行には金利政策ないし、量的緩和という一つの政策手段しかなく、物価安定とバブル制御という二つの政策目標を同時に追いかけることができないというのは阻止している。その一方で、BISB と言われている考え方は、中央銀行が資産バブル放置したまま何ら積極的な行動を取らないのはおかしいという立場を取る。バブル崩壊によって生じる金融危機コストを最小限に食い止めるために、政府は何らかの対策を講ずるべきであり、中央銀行もまたバブルに対して積極的に対処するべきであると主張する。それでは BISB はバブルを抑制するための政策手段を一体どのように考えているんだろうか。残念ながら BISB が念頭に置いている政策手段は、金融政策なのか金融規制なのか明確には答えていない。BISB の弱点はまさにこの点にある。逆効果を生む小幅な利上げの繰り返し。一般の人は金融引き締めはバブルの沈静化に有効だと半ば当然のように考えているかもしれない。しかし理論的には必ずしもそうだとは言い切れない。今期の株価×1プラス国債利回りイコール配当プラス来期の株価。最低値が成立しているとき、株式を購入する費用と利益が等しくなっている。ここで費用は機械費用で表され、株式を買う代わりに他の資産を買ったときに得られる利益を指す。具体的には、今期の株価に1プラス国債の利回りをかけた値にとし、一方利益は株式を1年間保有することで得られる利益を表し、配当プラス来年の株価となる。両辺を今期の株価で割ると、式は次のようになる。1プラス国債の利回りイコール、今期の株価分の配当プラス、今期の株価分の来期の株価。左辺は国債利回りを元本を含めた粗利回りで表している。右辺は株式利回りあり、配当今期の株価で割って得られた配当利回りと今期から来期の株価上昇率で表されるキャピタルギーンの間で表される。中央銀行は利上げを実施すると国債利回りは上昇するので、最低しか成立し続けるためには
右辺の利益の項もまた上昇しなければならない。株価にバブルがない世界であれば、株価は概ね配当利回りに決まっていると予想しており、利上げは配当利回りの上昇で調整される。そしてそれは株価の下落によって実現する。これは中央銀行は利上げをすれば株価は下落する理論的メカニズムである。しかし株価にバブルがあるとき、つまりキャピタルゲインが株価に影響すると投資家は予想しているとしたらどうであろうか。中央銀行は利上げをすると政府がバブルを認めたようなものであると市場は判断するかもしれない。バブルに半信半疑だった投資家までもが確信を持ってバブルと信じるようになると、市場では株式を売却するどころか、むしろ買い増す投資家が増えることになる。そして利上げは株価を押し下げるどころか、むしろバブルを煽ることになる。初期段階での利上げは有効。バブルが初期の段階では利上げは株価抑制に対して有効である。なぜならこの段階では株価は本質的価値で決まっていると信じている投資家が市場の大多数を占めている。しかしバブルが持続すると、市場ではキャピタルゲインや株価を決めていると信じる投資家が増えてくるので、利上げが効かないばかりかバブルを加速させる恐れがある。中央銀行が資産価格の高騰を抑え込もうと強力な利上げを断行すれば、バブルは崩壊するかもしれないが、その直後に金融危機と不太復旧の混乱が待っている。この事態を恐れて中央銀行は小幅な利上げを段階的に繰り返してバブルを沈静化させようとするが、結果は全く逆に火に油を注いでしまうことになる。デフレと流動性の罠、いいゼロ金利と悪いゼロ金利。流動性の罠に陥っている日本の貨幣需要の動きを見てみよう。仮に現金残高が決済需要に限定されるならば、現金残高と名目 GDP の比率は比較的安定した値を示すと考えられる。実際に政策金利が 1% を超えていた1994年頃までは 7-8% の安定した値を取っており、貨幣需要を構成しているのは主に決済需要であったことを反映している。しかし超低金利政策が始まった1995年あたりからその比率は時間とともに上昇を始める。そして政策金利はほぼゼロとなった1999年以降、その比率は一貫して上昇を続け、2017年にはほぼ 20% に達しようとする勢いである。名目ゼロとなった段階で人々は資産として貨幣を需要するようになったと考えられる。貨幣需要のこの状況は流動性のままの性質を見事に表している。では資産としての貨幣需要はどの程度なのか。超低金利政策が始まった1995年段階で、家計と非金融法人企業が保有する現金残高は合わせて45兆円程度であった。その後20年、現金残高は2017年段階で約109兆円に膨らんだ。1995年段階で計測された現金残高はほぼ 9% であり、その後も決済需要に必要な現金は減りこそすれ、さほど増えているとは考えられない。2017年の段階で名目 GDP は約545兆円なので、その 9% が決済需要に当てられたとすれば約49兆円に達する。すると控えめに見ても差し引き60兆円は資産としての貨幣需要、つまり単数預金して積み上がったと判断して差し支えないだろう。60兆円といえば、名目 GDP のおよそ 11% は一人、相当な規模である。資産としての貨幣保有はバブル資産の保有であり、社会的には何も生み出さない。資産として貨幣が積み上がっていく状況が望ましくないのであれば、そもそも社会的に最適な貨幣保有の水準というものをどのように考えればいいのかという疑問が生じる。この問いに答えようとしたのがフリードマンが提案した最適貨幣供給量という考え方である。金銀などの金属貨幣はともかく、紙幣ならば貨幣を生産するための限界費用は極めて低く、ほぼゼロとみなすことができる。一方、貨幣需要の限界的な便宜を考えてみると、名目利子率がプラスある限り、貨幣需要が機械費用を発生させていることを意味する。名目利子率を引き下げて、貨幣保有の機械費用をできるだけ小さくすることができれば、決済からの便益は社会全体で最大でないはずだと彼は考えた。そしてそれは名目利子率をゼロにすることであり、そこで実現される貨幣量が最適貨幣量であると結論付けた。すると議論に混乱が生まれる。名目利子率はゼロが社会的に最も望ましいのなら、流動性のマナーもまた望ましいものではないかと。資産需要としての貨幣をフリードマン一切考慮していない。決済需要のみを想定している。流動性の穴、クルーグマンモデル。たとえ名目ゼロを維持したままであっても、中央銀行は現在だけでなく将来にわたってベースマネーを拡大するとアナウンスすれば、将来の物価水準はもちろんのこと、現在の物価水準をも上昇させることができるはずとクルーグマン主張した。期待に働きかける政策は同時に批判にもさらされた。この政策が有効であるためには、流動性の罠を脱却して正常な経済に転じても、日本銀行は金融緩和を継続するだろうと人々は予想する必要がある。流動性の罠から脱却を考える上で、人々の期待形成が重要な役割を果たすことは結果である。クルーグマンの構築した理論モデルについて、経済学者でも批判が起きた。まず批判されたのは、実質利子率がマイナスに陥っている経済を分析で出発点としていることである。マイナスの実質利子率とは、お金を借りたら利子がもらえる世界である。この設定は日本経済の事実とは明らかになっていない。
過去20年間日本経済がデフレであったということは、人々は貨幣を保有するだけでプラスの収益率を獲得していたことになる。貨幣はリスクがほぼなく流動性の高い資産であり、その収益率は実質利率の加減とみなすことができる。つまりデフレ不況の中で日本の実質利率はプラスであったということになる。しかしクルグマンは実質利率が永遠にマイナスだと述べているわけではない。彼のモデルでは実質利率は依然プラスとなり、経済は正常な状態に戻ると仮定されている。この設定が次なる不評を生む。なぜなら彼のモデルでは流動性のマナーはあくまで景気循環の不況局面であると捉えており、放っておいてもいずれは解消される短期の現象と位置づけているのである。であるなら強力な量的緩和を採用しなくても経済は依然正常な経済に戻るはずである。長期的なゼロ金利を説明できない主流派モデル。クルグマンのモデルは実質利率を一時的にマイナスと想定して流動性のマナーを説明しようと批判を浴びたが、実はそれはクルグマンは同質的な個人が永遠に製造する主流派モデルを利用しているからである。同質的な個人が永遠に製造する主流派モデルの世界で貨幣需要をどのように説明してきたかといえば、貨幣を保有することによって物々効果の混ざらしさが解放されるとか、一定価格の貨幣を持っていたら財を消費できないという制約を設けることで、人々が決済のため貨幣を保有することを説明してきた。ここで対象としているのは決済手段としての貨幣需要である。名目利子率は貨幣保有の機械費用となるので、名目利子率が下落するにつれて貨幣需要は増加する。名目利子率がゼロに下落すると決済需要としての貨幣需要は飽和し、飽和点を超えて供給された貨幣は名目利子率はこれ以上下落することなく全て需要される。この点を名目利子率と実質利子率の関係を表すフィッシャー方程式を使って説明してみよう。そこでは次のような関係が成立する。名目利子率イコール実質利子率プラス期待インフレ率。名目利子率とは貨幣単位で測った利子率であり、実質利子率とは財単位で測った利子率である。因果関係については何も言ってないので、様々な見方がある。伝統的な意味は期待インフレ率が名目利子率を決めるというもの。インフレなどの貨幣的要因とは独立に、実質利子率は長期的には経済の実物的要因で決まると考えられているので、実質利子率がほぼ一定であるとみなして、期待インフレ率の変化が長期的には名目利子率に反映されると考える。これをフィッシャー効果と呼ぶ。名目利子率が期待インフレ率を決めると逆方向に読むこともできる。この見解を取る立場は新フィッシャー主義と呼ばれる。実質利子率が仮に 2% であれば、名目利子率が0の時、期待インフレ率はマイナス 2% とならざるを得ない。毎年 2% のペースで物価が下落しており、つまり年率 2% のデフレが起きている。つまり期待インフレ率がマイナス 2% であるということは、貨幣が年率 2% の収益率を持つことを意味する。加えて、資本市場を完全な世界で考えれば、実質利子率が資本収益率に等しくなるので、名目利子率が0の時、資本収益率イコール貨幣収益率が成立することになる。つまり、フィッシャー方程式は、資本収益率と貨幣収益率が等しいという等式に置き換えることができる。ここで、貨幣収益率とは、デフレを期待しての逆対原因を表しているため、貨幣はいわばバブル資産として保有されているということになり、この式は実物資本とバブル資本の最低式にも当たらない。名目利子率ゼロが長期にわたって持続する世界とは、人々が実物資本だけでなく、バブル資産を保有するバブル経済なので、ボンジゲームはあり得ないとしてバブルを排除している代表的個人モデルの世界では、貨幣はバブル資産として保有することはなく、資本収益率と貨幣収益率が等しくなることは決して生じない。主流派の経済学は名目利子率ゼロの世界を長期的な均衡として描写することはできないという限界を持つ。主流派の経済学は流動性のマナーと相性が悪いのである。長期均衡としての流動性のマナー。村瀬秀明は人々が若年期と老年期の2期間を生きる世代重複モデルを利用して、流動性のマナーは長期均衡として描写した。株式市場は機能不全に陥っているがために ROE が低ければ、人々は株式投資よりも貨幣への投資を選択し、長期停滞とデフレが同時に起きると結論付けた。日本の長期停滞をバブル経済として論じたことの真骨頂は、経済の停滞を失業の増加で取られる、現実不況と区別できる点にある。たとえ完全雇用が実現したとしても、金融市場に致命的な問題点がある限り、経済の資源は有効に使われず、貨幣保有という形で無駄に使われ、経済は成長しなくなると合破したのである。日本経済がバブル経済であると合破すれば、デフレと長期停滞を説明できるということは、1980年代の資産バブルと1990年代以降のデフレは繋がっているということでもある。バブルが崩壊しても、利子率が成長率を下回るバブル経済はそのまま残るのである。そして、投資低迷が持続すると、貯蓄価値を埋め合わせるように、貨幣の資産上が生まれる。この議論は、低金利のマクロ経済学を応用すれば、人々が永遠に生きる経済、つまり1期間が30年でなく1年の経済でも再現できる。金融市場に不完全性があるとき、たとえ同額的に効率的な経済でもバブルが発生し、
その一般均衡論的な結果として、経済成長率イコール実質利率が成立する。さらに、中央銀行が金融緩和で名目利子率ゼロに据え置いたとき、貨幣がバブル資産として保有され、実物資本との間で最低が働き、実質利子率イコール貨幣収益率が成立する。すると次の議論を導き出すことができる。命題5。金融市場の不完全性が存在し、中央銀行が名目利子率をゼロに据え置いたとき、貨幣がバブル資産として保有され、経済成長率と物価の下落率は等しくなる。中央銀行が名目利子率をゼロに据え置くと、インフレが起きるどころかデフレになってしまうのである。中央銀行が名目利子率を無期限にゼロに据え置けば、貨幣への資産需要が生まれる。タンス預金は経済成長とともに、貨幣価値を高め、デフレを引き起こす。タンス預金が経済成長とデフレを結びつけてしまうのである。マイナス金利の導入。効果がなく、弊害の大きなマイナス金利。日銀はインフレ目標達成の手詰まり感の中、2015年1月29日の決定会合で、金融機関から預かる当座預金にマイナス金利を導入することを決めた。その狙いは、金利全般を引き下げて、総支出を上昇させることになるが、事態がそれほど単純ではない。マイナスにできる余地はせいぜい 0.1 か 0.2% 程度だよ。マイナス金利幅に限界があるのは、金利をマイナスできない資産があるからだよ。それは貨幣である。名目金利がマイナスになれば、人々は銀行預金を引き出して貨幣を保有しようとする。誰も銀行預金をしなくなると、銀行は資金を枯渇して企業に貸し出せない。金利を引き下げると貸し出しが増えるのは、金利がプラスの世界の話である。金利がマイナスの世界では逆に信用は収縮してしまう。欧州の成功例から、日本銀行はある程度の貨幣保有コストがあれば、多少のマイナス幅ならこのまま生じないと判断したようであるが、思惑は見事に外れた。日本では貨幣保有コストは低かったのである。貨幣保有コストは、銀行間の協商条件、預金者の階層分布、現金利用の習慣など、広い意味での金融構造によって決まってくるものであり、日本と欧州は同じだとは限らない。さらに悪いことに、マイナス金利政策には副作用がある。マイナス金利を導入すれば、貸し出し金利が下がって貸し出しが増えると思いがちだが、その通りにことが進むためには、預金金利またマイナスにならなければならない。そうしなければ銀行は利ざやを確保することはできない。日本の銀行の変えた環境を考えれば、預金金利をマイナスすることはほぼ不可能である。預金金利がゼロからマイナスになった瞬間、預金者が預金を引き出すのではないかと極度に恐れている。また、金融行政そのものがモラルハザードの度胸を与える。銀行が危機に陥ったとき、規模の大きな銀行ほど急支える傾向があるため、たとえ貸し出し先がなかったとしても、銀行には規模を維持する誘因がある。この点と関係しているのが、地方銀行は今後、再編による吸収合併は不可避な状況にあり、優位な条件での再編に持ち込むため、預金規模は大きい方が好都合であるという認識を持っていることである。生き残りに必死な銀行は、預金減少のリスクを高く見積もっており、利ざやが縮小しても、預金規模を維持する道を選ぶのである。量的質的緩和の面を断つ。当初、マイナス金利導入により市場の混乱を受けて、投資家は緊急避難的に国債を購入したと思われたが、その後、しばらくの間、利回りがゼロを割り込む状態は持続した。すると、国債利回り低下は、銀行の収益を圧迫するという副作用をもたらした。残念なことに貸し出しの収益には限界があり、国債の運用は銀行の収益の重要な柱の一つである。一定の自己資本比率の維持を要求される銀行にとって、重要な収益源の一つを失うことは、貸し出しへのリスク強度を縮小することを意味する。そして貸し出しの拡大に二の足を踏むことになる。預金金利がすでにゼロ加減に達している状況では、持続的な金融緩和で貸し出し金利が下がり続けると、利ざやは縮小して銀行の利益を圧迫する。一定の自己資本の維持を非正で求める銀行にとってリスクを取ることは容易ではない。貸し出し金利の下落で比較的安全な住宅向け融資は拡大するかもしれないが、銀行はリスクを取る余力がなくなり、将来の成長につながる設備投資への貸し出しは伸びないのである。マイナス金利は貸し出し増加には結びつかない。長期金利の操作、政策の本質的な転換。日本銀行は2016年9月にこれまでの量的緩和政策の効果の総括を行い、その上で新たな枠組みとして、長短金利操作付き量的質的金融緩和を導入した。現行の量的緩和の継続を維持した上で、マイナス領域を打ち込んでいる10年もの国債金利を概ね 0% 程度で推移することを新たな目標として付け加えている。この政策の狙いはマイナス金利の副作用を緩和させることであり、イールドカーブを立たせることによって、金融機関の収益回の拡大を意図している。長期金利をゼロに据え置くことを事実上の政策目標にしたことは、3つの意味で政策が本質的な転換をしたことを意味している。1つ目は長期金利を操作目標にしたことは、
金融政策はもはや短期でなく長期の政策と位置づけていることに他ならない。量的質的緩和政策は当初2年の予定で実施された短期の政策であった。それが効果が不確かなままずるずると長期の政策にすり替わってしまったのである。金融政策は強化的には短期の実質支出を動かすことによって政策効果を実現する短期の政策のはずである。二つ目は長期金利をゼロにすることということは、金融の期待理論から言えば10年間ゼロ金利を継続すると宣言しているに等しいということである。10年間ゼロ金利を続けるということはフィッシャー方程式を長期の関係で理解するということになる。長期においては実質利子率がプラスで一定な値を取り、中央銀行が名目利子率をゼロに据え置いた場合、物価上昇率はマイナスとならざるを得ない。財政ファイナンスは時間の問題。三つ目が最も懸念が大きい。中央銀行が長期金利を直接コントロールする政策を踏み込むと、中央銀行が無制限に国債を買うことを強制される。財政ファイナンスを陥るのは時間の問題となることである。中央銀行が長期金利をコントロールできるということは、中央銀行が財政の健全性に責任を持ってしまうということでもある。すると政府は財政に責任を負い、中央銀行が金融に責任を負うという財金分離の原則が崩れる。流動性のままからの脱出策。低金利の経済学の応用。低金利の経済学を応用して長期化する日本の流動性の前について考えてみよう。バブル経済の貯蓄、投資の均衡式は、貯蓄イコール投資プラスバブルと表すことができる。ゼロ金利が持続する世界では、資産需要としての貨幣はバブル資産であり、借り換えを繰り返す国債もまたバブル資産である。すると、ベースマネーは現金であるから、これに国債残高を超えた額がバブルの相場ということになる。厳密には、両者を超えた額から中央銀行が保有する国債を控除した額として計算される、純政府債務はバブル資産の相場に相当するから、バブル経済の貯蓄、投資の均衡式は、貯蓄イコール投資プラス純政府債務割る物価水準と書き直すことができる。純政府債務の大きさが、物価水準や投資、そして GDP に影響するということがわかる。とりわけ二つのことを教えてくれる。まず、純政府債務が変化しない限り何も変化しないということである。ベースマネーの拡大が国債を貨幣に置き換える買いオペの形式を取る限り、純政府債務は変化しないので、実物変数は影響しない。もう一つは、何らかの形で純政府債務を変化する政策がデフレの糸口になるということである。仮に貯蓄と投資が変化しないとすれば、純政府債務を物価水準で割っていられる実質価値で評価した純政府債務もまた一定の値を取ることが明らかであり、見方を変えれば、純政府債務が増加すれば、物価水準をまた上昇することになる。純政府債務を拡大させる具体的な方法を考えてみよう。まず思いつくのは量的緩和、つまりベースマネーを拡大する政策である。中央銀行は人々に現金を配れば、市場に出回る国債を減らすことなくベースマネーを増やすことができ、純政府債務をまた増加する。この貨幣供給方式はヘリコプターがビラを空からばらまく様子になぞらえてヘリコプターマネーと呼ばれる。この方式を利用して期待に働きかける政策を考えてみよう。仮に中央銀行は来年以降ヘリコプターマネーをばらまくと予測したとしよう。来年以降なので、今年はベースマネーを据え置く。純政府債務は来期以降増加すると分かっていれば、いずれ物価は上昇すると人々は期待する。そしてその期待は、今期の物価水準を申し上げる。その一方で、今期の純政府債務の名目が据え置かれたままなので、純政府債務の実質価値は目減りする。純政府債務の購入に当てられる資金の実質額の減少は、経済に余剰資金を生み出し、実質利子率を押し下げる。すると、市場が刺激される。つまりゼロ金利を維持したままインフレ期待を使った金融緩和で景気を好転させることができる。この政策のアイデアは、将来にわたるベースマネーの拡大を中央銀行が約束すればデフレから脱却できると主張したクルーグマンの考え方と親和性が高い。しかしここでの量的緩和は出口戦略は伴わない。クルーグマンがゼロ金利からの脱却をインフレ期待を促す仕掛けに使ってくることとは対照的であり、バブル経済を想定すれば、ゼロ金利から脱却せずとも金融緩和で物価を押し上げることができる。次に、純政府債務を拡大させるもう一つの方法を提案する。それはゼロ金利を解除して、名目利子率を押し上げる出口政策である。利上げを伴う政策であるから、中央銀行が売りオペを実施して、国債を市場に供給して貨幣を回収する引き締め策に対応している。利上げを実施すると、国債費のリバーリズムのために新国債の増発が必要となる。純政府債務は増加し、物価もまた上昇する。ゼロ金利からの脱却が定着すれば、物価水準もまた持続的に上昇し、経済は再びデフレに戻るということはない。名目利子率が上昇すれば、対応強気の旨味はなくなり、人々は貨幣を手放す。バブル資産としての貨幣需要の減少は、余剰資金を生み出し、実質利子率を押し下げる。
すると投資家刺激される。利上げによる出口政策の実効性。出口政策に資格がないかといえばそうとも言えない。この政策が機能するためには、一旦政策金利を引き上げたら二度とゼロには戻らないことを保証する長期の政策でなければならない。一旦利上げに踏み切ったら、二度とゼロ金利を戻らないという期待が市場で速やかに形成されて初めてうまくいく。日銀が利上げを維持すると公表しても、世間から袋叩きになって、いずれゼロに逆戻りするだろうという予想は非常にくすぶり続けると、インフレが起きるどころか、名目利子の上昇をそのまま実質利子を押し上げて、景気の腰を落としても恐れがある。ゼロ金利の時代が長く、ゼロ金利を経済の定常と考える日本人にとって、このリスクをどのように回避して、利上げをインフレに結びつけていけるかが課題である。利上げは財政リスクを高めることも注意する必要がある。財金部員の立場から言えば、財政の健全性への懸念が金融政策の選択肢を狭めるというのは本来おかしな話だが、日本の財政の事情を考えたとき、財政の健全性を確保した上で利上げを進めないと、利上げが定着するだろうという信頼を市場から獲得することは難しい。利上げは財政健全化と一体で進める必要があるという制約が日本経済にある。出口政策を考えるにあたって、家計が保有している現金と金融機関が日銀の当座預金として保有している超過準備を分けて考える必要がある。バブル資産としての貨幣需要を経済から取り除くことを目的とするなら、GDP 比で 12% に達する単数預金をゼロにすることに焦点を絞ればよい。つまり、買収の対象と考えるべきは家計の保有する単数預金である。出口政策の手順。出口政策の実施を2段階の手順に従って進める。まずゼロ金利を維持したまま売りオピを実施して単数預金を回収する。単数預金を銀行預金に移し替えるように人々の行動を誘導し、銀行を回収した現金をさらに日銀が補正流で回収するのである。この段階では純正債も変化しない。次に単数預金の回収が順調に進んだ段階で初めて利上げを実施する。仮に単数預金を温存したまま中央銀行が利上げを実施すれば、人々は貨幣を一気に手放し、経済に大きなインフレ圧力が加わるかもしれないからである。純政府の債務残高を一定に維持しながら、まずは貨幣を国債に代替させることによってインフレのリスクを抑える必要がある。国債はプラスの名目利子で収益を稼ぐことができるが、現金はデフレでしか収益を稼ぐことはできない。長期的なインフレ基調を定着させるためには、デフレでしか稼げない単数預金を経済から取り除くことである。単数預金は正常な経済の移行過程にとって波乱要因となる。過剰になった現金を売り上げで吸収するのは賢明である。ゼロ金利を維持したまま、貨幣を回収するためには多少の仕掛けが必要となる。中央銀行は金利正常化に向けて舵を切ると多めに切って、いずれどこかで利上げをすると宣言して、金利ゼロを当分据え置けばよい。利上げのタイミングをあえて明言する必要はない。名目利子率がいずれプラスに戻るという確信が市場で形成されれば、人々は貨幣を手放すので、金利はゼロのままでも単数預金が放出される。中央銀行は貨幣需要が縮小するペースを睨みながら、売りオペで現金を回収すればよい。まずは悪いゼロ金利から良いゼロ金利の移行を目指すのである。家計の貨幣需要を縮小させようとして出口を急いではいけない。インフレ期待が形成され、貨幣需要が十分に縮小したタイミングを見計らって利上げをすればよい。この手順を踏めば、経済に混乱を生むことなく利上げで経済のインフレ基調を定着させることができる。チャンネル登録者が一人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。